ネサワルコヨトルネサワルコヨトルは、テスココをイシュトリルショチトルの息子で、大継承者。メキシコ盆地の支配的勢力であったアスカポザルコを排除し、テノチティトラン、トラコパントともアステカ帝国を築いた人物として知られる。名前は、ナワトル語で、断食する小用手もいい。ネサワルコヨトルとも。ネサワルコヨトルの父は、テスココのトラトア兄のイシュトリルショチトル、母は、 テノチキトランのトラと兄であるチマルポポカの腹違いの姉妹だった。15世紀の初め、テスコココの西にあるテパネカと東のアコルワはメキシコ盆地の二大勢力であった。テパネカの中心都市がアスカポツァルコ、アコルワの中心都市がテスココだった。当時テノチキトランを中心都市とするメシカはアスカポツァルコに従属していた。テスココの王、イシュトリルショチトルは、 アスカポツァルコのテソソモクと戦ったが、1418年にテッパネガとメシカの連合軍に敗北して殺された。テスココはメシカに与えられた。1426年にテソソモクが死に、その子のタヤウとマシトラの間で継承争いが起きた。メシカではチマルポポカが継承争いに関連して殺され、その後を継いだイツコアトルは、 アスカポツァルコで新たに即位したマシュトラと対立した。一方、幼少時に父の死を目撃したネサワルコヨトルは、マシュトラから命を狙われ、山を越えて、南東の友好国であるウェショツインゴのもとに亡命していたが、イツコアトルがマシュトラと対立していることを知ると、イツコアトルに対して協力を申し出た。1428年、ネサワルコヨトルは、ウェションゴと協力して、 湖を渡り、アスカポツァルコに攻め込んだ。イツコアトルは逆方向からアスカポツァルコに攻め入った。114日間の戦いの後に、アスカポツァルコは滅ぼされ、ネサワルコイオトルはマシトラを生贄にした。テノチティトラン、テスココ、およびテパネカに属するトラコパンは三都市同盟を結び、アスカポツァルコの支配下にあった土地を分割した。これが、 いわゆるアステカ帝国である。ただし実際には、トラコパンは規模が小さく、主要な都市は、テノチティトランとテスココの二つであった。三都市同盟は、周辺のコルワカン、ショチミルコなどの都市も征服した。アスカポツァルコに対する勝利の後、ネサワルコアトルは、周辺の服属していない都市の征服を行い、テスココに戻ったのは1433年のことだった。 1440年に、イツコアトルが母子、モクテスマ一世が即位した。1458年以降、モクテスマ一世とネサワルコヨトルは協力して、外政を繰り返した。当時メシカとアコルワは、ほぼ対等な関係にあったと考えられている。テスココの宮殿、ネサワルコヨトルは、テスココに、巨大な宮殿と神殿を築いた。ネサワルコヨトルの知性化、 トラロック山のふもとに大規模な段々畑が築かれた。ネサワルコヨトルは山中の泉から段々畑や都市に水道を引いた。テスコココの堤防建設をはじめとする様々な事業を指揮するとともに、法や文芸の発展にも寄与したとされる。ネサワルコヨトルは偉大な詩人と考えられており、彼の作とされる詩が今に伝えられている。 ネサワルコヨトルは1472年に没した。没後テスココ地方では、神として崇拝され、隣接するテスコツインゴの丘では、他の神々と共に岩に刻まれた。テスココは、ネサワルコとよると息子ネサワルピリの時代、栄えていくが、次第に、テノチキトランの勢力に押され、ネサワルピリの死後、テスココは事実上、テノチキトランの支配下に組み込まれた。 ネサワルコ・ヨトルの辞籍は、その子孫であるフェルディナンド・アルバ・イシュトリル・ショチトルによって17世紀、初めにまとめられている。この書物は、テスココの立場から書かれている。三都市同盟庭園にあるネサワルコ・ヨトルの、肖像メキシコで1994年により、発行されている100ペソ紙幣にネサワルコ・ヨトルの、肖像が使用されている。メキシコの先住民言語で書かれた文学に与えられる。 ネサワルコヨトル賞が1993年に創設された。カダヤシカの魚の一種ザ・ホーファース・ネッサウィクイトルの学名はネサワルコヨトルに由来する。ありがとうございます。